こんにちは、ママ向けアクセサリーレスブリスのゆかりです。今日はですね、アンドウェイのコスメを紹介していきたいと思います。私お気に入りでいろんなものをね買ってきたアンドウェイはヘアメイクアーティストの河北裕介さんのブランドなんですけども、すごく使いやすくて可愛くてメイクが上手になれるアイテムがたくさんあるので、それを使って、あと他に私が愛用しているコスメも合わせて、今日はツヤツヤなツヤメイクをご紹介していきたいと思います。普段はプチプラのファッション動画とか、あとコスメの購入品とかをいろいろ紹介している動画アップしてますので、よかったらチャンネル登録ぜひお願いします。それではスタート。早速アンドビーのコスメを使ってフルメイクしていきます。アンドビーの、ね、お気に入りのコスメが 5,6 種類あって、まあ、それ以外の、ね、アイテムはそうアンドビーじゃないブランドのものを使っていくんですけども、まあ、それもですね、ローラメルシエとかコスメデコルテとか、まあ、あの河北コスメと言われているものですねばっかりで、ちょっと今回揃えてます。で、アンドビーあんまり知らないよっていう方ももしかしたらいるかもなんですけども、はい、アンドビーっていうね、このロゴ見たことあるかもしれないんですけど、ロフトとかでもね売っていて、私はまあ全部ね、あのネットで買ってはいるんですけども、ヘアメイクアップアーティストの河北裕介さんのコスメブランドです。でこのブランドが、まあ、あのとてもねお肌に優しい成分で作られているっていうのもあったりとか、あと石鹸落ちするんですよ。なのでこうクレンジングをこうね強めでしなくてもいいので、お肌にすごい優しかったりとか、まあ、河北さんはヘアメイクアップアーティスト目線と、あと子育て世代のね親目線、両方の目線から見たコスメを作ってるっていうことなので、まあ、お値段的にもね買いやすいし、すごいあのメイク初心者でも使いやすいんですよね。アイテムそれぞれがすごい分かりやすいし、なんか効果もねとても分かりやすいし、使い方とかも河北さんの動画とか、まあ、サイトとかに結構詳しく載ってるので、すごいあの、まあんまりメイク得意じゃないわっていう方にもおすすめだし、もうあのヘアメイクアップアーティストが使ってるこうちょっとねコツとかテクニックを知りたいなっていう方にもおすすめ、そんな感じのコスメで、私すごい最近気に入ってるので、お気に入りのアイテムをね使ってメイクしていきます。ちょっと喋りながらね、いつもみたいにゆるゆるやっていきたいと思います。はい、じゃあまずベースからですね。はい、まずこちらがアンドビー UV ミルク顔体用 SPF50 です。これは日焼け止めですね。日焼け止めの下地で石鹸落ちするものです。でこれがですね、私のおすすめ気に入ってるポイントは、すごい香りがめちゃくちゃいいんですよ。天然精油をブレンドしたハーバルオレンジの香りってことで、本当にね、なんかこういう日焼け止めって結構ね匂いがねちょっとね苦手なものばっかりだし、まあ、特にね顔につけるものなので、私香りにはかなりうるさい方なんですけど、これはもう天然のオレンジのめちゃくちゃいい香りで、全然もう顔につけてもストレスがない。あとね、伸びがすごいいいので、こういう感じのテクスチャーなんですけど、結構伸びがいいので、もう少量でも大丈夫です。これ出しすぎたかもっていうぐらい少なくて、顔にしっかりね点眼に伸ばすことができるので、じゃこれを基本的にはちょんちょんって感じで置いてって伸ばします。で SPF ね50入ってるので、真夏でも大丈夫だし、もう日焼け止めはね絶対夏だけじゃなくて、もう秋も冬も春も365日つけた方がいいって聞いたので、もう私はここ数年は365日つけてます。本当に香りがいいのでね、つけてて全然ストレスないし、結構硬いもの白くなっちゃったりとかするんですけど、これはねそういうことがないので、顔に伸ばしてももう白くならない、そのままでも香りがすごいっていうことで、かなり気に入ってます。これね大きいボトルもあるみたいなので、私次はね大きいので買おうかな。まあ体用っていう風にも書いてあるので、ちょっとね体全部に塗るのはちょっともったいないので、さすがに、まあ、首周りぐらい、この余ったのはこういう首周りとかにもつけたりしてますね。結構本当伸びがいいので、ちょっと余っちゃったりしたらね、顔の近くにも塗ってあげてください。はい、そして、
今のが日焼け止めだったんですけど、次はベースですね。はい、ベースはローラメルシエピュアキャンパスプライマーイルミネーティングです。ベースはね、アンドビーのもの持ってないので、ローラメルシエのものを使っていきます。これはとにかくツヤ肌になる、ツヤツヤになります。で、結構ね、大容量 50ml でいっぱい入ってるので、全然なくなる気配がないぐらいいっぱい入ってます。で、本当にあのパールベースのツヤツヤっとする感じのテクスチャーです。これもね、香りが全然嫌な香りがないので、すごい気に入ってます。これアンドビーじゃないんですけど、結構あの川北さん、本当ローラのコスメもたくさん使っていて、ライブとか見てるとアンドビーとローラメルシエとコスメデコルテとかをね、組み合わせて使ってるので、私も完全にね、それをに影響されて真似していろいろ揃えてます。まあ、ライブとかで結構あのやってるところ動画で見せてくれるので、それがすごいね、勉強になるんですよ。でこういう風に塗るんだとか、なんかただね、何も考えずに塗るんじゃなくて、やっぱり塗るポイントとか塗り方とか塗る場所とかね、いろいろコツがあるんだなと思って、すごい勉強になって、それからね、メイクがめちゃくちゃ楽しくなりました。今塗るときはあんまり擦らないように、まあ結構擦って塗ってますけど、あんまり肌にね、摩擦を与えないように、極力ね、擦らないように塗るようにはしてます。まあ、洗顔とかも一緒なんですけど、やっぱり肌に摩擦を与えるとね、カンパーとかの原因になるので、極力擦らずこう抑えていくっていう感じで塗るといいと思います。はい、もうこれもなんかね、あんまり色がつくベースっていうよりは、本当にツヤ感を出してくれるベースなので、こう顔がね、ツヤでトーンアップできるっていう感じです。結構健康的な感じになります。じゃ次はファンデです。はい、ファンデはローラメルシエのクッションファンデです。はい、クッションファンデ私ね、大好きなんですけど、もう特にこのローラのクッションファンデはいいなと思って気に入ってます。まあ、クッションはね、なんといってもツヤが出るので、ね、すごいいいんですよね。でね、夏場はちょっとちょっとね、ベタッとするのが嫌だなって感じる方もいるかもなんですけど、まあね、パウダーファンデのマットな感じと、もうツヤツヤ、このクッションファンデのね、ツヤツヤ感を味わっちゃうとね、もうなんかね、パウダーとかに戻れないって感じがしちゃって、夏場でも結構使ってますね。で、まあクッションはこう叩き込んでつけていきます。今付属のね、あのパフをちょっとちょうど洗ってて、別のスポンジを使ってるんですけども、基本的にはこうやってスポンジで叩き込んでいく。で、こうスポンジだとこの小鼻周りとかね、細かいところまで叩けるので、すごいつけやすいです。まあ、ただクッションのデメリットとしては、ちょっと崩れやすい、汗とかでやっぱ崩れやすいなっていうのはあるかもです。まあ、これもそんなにね、すごい崩れるっていう感じはしないんですけど、やっぱり夕方とかになってくると、まあちょっとお化粧直しした方がいいかなぐらいにはなっちゃいます。でもなかなかね、実際お化粧直しできないんですよね、忙しくて。なので私はまあそのまま一日過ごしてます。はい、これ全顔に、まあ、とにかく塗りやすいから、あんまりメイク得意じゃないって方も、クッションファンデだったらね、リキッドとかよりもムラなく塗れるので、すごい簡単なんですよ。簡単に綺麗に塗れる。で、結構カバー力もあるので、私今日ローラのを使ってるんですけど、ジョン・セイムルとかもね、大好きでおすすめなので、使ってみてほしいです、ぜひ。ツヤが出るんですよね、こんな感じで。結構、お肌にツヤが出ます。で、私はまあ色、あんまり白すぎてもちょっとね、あれなので、少し濃いめのものを選んでネットで買いました。はい、これが、クッションファンデでベースメイクしました。次です。次はアンドビーファンシーラーです。このファンシーラーがですね、まあ、ファンデとコンシーラーの中間みたいなね、その名の通り商品なんですけど、ベージュとオレンジがセットになってます。このね、2色がめちゃくちゃ絶妙に使いやすいんですよ。私アンドビーのアイテムでこれが一番気に入ってると言っても過言ではないファンシーラーです。もうこれどれだけすごいかっていうと、このね、オレンジの方がオレンジの方がクマ消し
でベージュの方はその他のこう高く見せたいところだったりとか、まあ、あとシミとかをねカバーしていくっていう風に使い方がね違うんですけど、このオレンジのクマ消しがね本当に優秀で、この目の下のクマを消してくれるんですよ。ちょんちょんってつけて、私は指で伸ばすとか綺麗に伸びるなと思うんですけど、付属のねちょっとチップ、シリコンのチップもついてるんですけど、それよりも私は指で伸ばす方が使いやすいです。やっぱクマにはオレンジっていうのが定説らしくて、私そんなこと全然知らなかったので、すごいもう目から鱗って感じでびっくりしました。かなりこれだけで劇的に目の下が明るくなります。ベージュよりもオレンジの方がね馴染むんでしょうね。わかるかな。こんな感じでね結構クマが消えるんですよ。で、あと気になるシミとか傷跡とか、私ここちょっと火傷したんですけど、こういうのとかはこっちのねベージュでカバーしていきます。もう指につけてポンポンポンって、で私はまあ中指とかで取ってちょんちょんってつけて、まあ、つけすぎたなと思ったら違う指で薬指とかでポン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 って叩いてあげる。まあコンシーラーブラシとか使ってた時もあったんですけど、まあ、指がね一番いいかな。この辺のシミとかもちょんちょんちょんってつけて指でポンポンって軽く叩く、なじませる感じです。まあこの辺はねシミっていうか、この間皮膚科に行ったらね ADM っていう後天性のあざって言われたので、なんかこれもレーザーとか当てたいなと思ってるんですけど、両方にできてきたので、それをいつもこのファンシーラーでうまいこと隠してます。あとちょっとニキビ跡とかそういうのはベージュでちょんちょんって当てて置いてなじませる。あとなんかここにもね気になるところ、こうするとここにもちょっとシミっぽいのがあるので、そういうのもベージュで隠していきます。これでね結構隠れるんですよ本当に。はい、今これでベースメイクが完成した状態です。まあ電眼をねあとクッションファンデで塗って気になるところをファンシーラーでカバーしました。じゃあ次はねポイントメイクいきたいと思います。じゃあまずアイシャドウからいきます。アイシャドウはね&B のものをちょっとまだ持ってないので、いつも使ってるコスメデコルテのアイグロウジェムを。アイシャドウはコスメデコルテアイグロウジェム BE387 番です。はい、このアイシャドウ、コスデコのアイグロウジェムですね。こんなに使いやすいアイシャドウがあったのかっていうぐらいね気に入ってるこのコスデコのアイグロウジェム、これ最高です。本当に最高です。まあ、どこら辺が最高なのかっていうと、なんかねあのふわふわしてるんですよ。ちょっとスフレみたいな感じの、スフレタッチみたいな感じで、まあ、初めて使う方結構、ね、不思議な感触だと思うんですけど、でふわふわしてて、私これ4つ持ってるんですけど、これが一番お気に入りの色味です。これはね BE387 番です。まあ、普段はね2色ぐらい重ね付けするんですけど、今日はシンプルにこれ1色で塗りたいと思います。もう1色でもね全然発色がいいので、まあ、本当にこうまぶたにフィットして塗りやすい。でこうまぶたの広めに塗ります。手で塗ります。かなりフィットしやすくて、夏でもね落ちにくいです、すごく。でパウダーのファンデだと、あパウダーのアイシャドウだとこうねちょっと粉落ちしたりとかするんですけどね、もちろんこう粉落ちとかもないですし、下まぶたについちゃうとかもないし、単色でもかなり綺麗に仕上がるので、すっごく使いやすいアイシャドウだと思います。まあ、他のちょっと似た感じのやつとかもね使っては見たんですけど、このコスデコのが一番いいですね私にとっては。はい、こんな感じで、まあ、シンプルにちょっともうバーって塗り広げただけで結構ねいい感じにツヤも出るし深みも出るのでおすすめです。まあ、あとはちょっと紹介すると、こういう明るめのね白っぽい色、これは BE390 なんですけど、こういうのを上からね重ねたりとか、逆にこうちょっとアイシャドウベースっぽく全体塗ってから濃いめの色を塗ったりとかもします。まあ、重ね付けもかなり綺麗に重なるので、まあ、いくつ持っててもねこのアイグロウジェムはねめちゃくちゃいいと思います。
次アイライナー。アイライナーは&B ですね。&B のリキッドアイライナーブラウンです。はい、これはね本当に描きやすい。もうリキッドの中でナンバーワン描きやすいと言ってもいいと思います。で、まあ、お手頃1500円ちょっとでお手頃価格だし、本当にねスーッと描けるんですよ。描きやすいんですよ、すごく。なので私あんまりこうアイライン引くの上手じゃないんですけど、これは本当に描きやすいので苦手な方もねいいと思います。でも落ちにくい、落ちにくいです。落ちにくいけど、まあ、石鹸落ちなのでこうすぐ乾いてねフィットしてくれるんですけど、まあ擦らなければ結構落ちないっていうことで、とってもねあのアイライン苦手な方はいいと思います。まあ、私はペンシルで引いてちょっとその隙間をねこのブラウンで埋めたりとかするんですけど、今回はちょっとねこのブラウンだけで引いてみたいと思います。まあ、これ目尻から引いても目頭側から引いてもどっちでもいいそうです。好きな方から引きやすい方から引いてくださいっておっしゃってたので、まあ、私は割と目尻側から引くことが多いですね。ちょっと隙間を埋めながら目頭まで引いていきます。でこのまつげの、ね、間とかもこのペン筆で埋めてあげるようなイメージで、これが黒だと結構強めになっちゃうんですけど、ブラウンだからすごいね柔らかい感じに仕上がるのもいいんですよね。これがね真っ黒だとかなりねメイクしてるねって感じになっちゃうんですけど、で目頭、目尻ですね、目尻もちょっとちょこっとだけ跳ね上げラインを入れます。まあそんなにね大げさにならないように。で左側も目尻から引いていきます。そんなに私細かくすごい繊細にメイクできるタイプじゃないんですけど、これはねすごい描きやすいです。ちょっと不器用な私みたいにうまく引けないっていう方にも超おすすめ。隙間をね埋めてあげる、こうちょっと上げてもう内側からインサイドラインとかを入れてあげるだけでかなりね目の大きさも変わってくるので、しっかりメイクしたい日は結構こうここのね粘膜の部分にも入れたりしてます。まあ今日はねデイリーメイクなのでそこまでしっかり入れてないですけど、ちょっと目尻も軽く跳ね上げしてます。はい、これをちょっと乾かしておきます。でね他にもねアイライナー&B のものを買ったんですけど、これはペンシルのアイライナーでカーキですね。まあカーキって結構難しいかなって思ったんですけど、これもね川吉さんがね日本人はカーキが合うっておすすめしてたので買ってみました。まあこれもやっぱりすごい描きやすくて、あの本当におしゃれな色味なんですよね。だから、まあ、こっちのブラウンの方のねリキッド使わない日はこのカーキのペンシルで仕上げるとまたちょっと目元の印象がねすごいおしゃれになるので、まあ洋服こういうカーキっぽい洋服と合わせてあげたりとかしてもメイクとねファッションを合わせてもすごいね相性が良くていいと思います。じゃあ次眉毛いきます。眉毛は&B の持ってないのでこのいつも使ってるセザンヌのブラシ付きアイブロウ繰り出しのナチュラルブラウンです。まあ、これはねどこがいいかっていうとブラシと一体化してるっていうところが良くて、まずブラシで全体の毛流れを整えてから足りないところを描いていくようにしてます。これもねちょっと川北さんの動画を見て私は勉強しました。で私はここの眉頭がねちょっと足りないのでそこを足すのと、あとこのね眉の下を1ミリぐらいここですね1ミリぐらい低く太めに入れると目と眉毛のね距離が縮まって目の印象が強くなる、顔が小さく見えるって言ってたのでそれを忠実に守るようにしてます。ちょっとねキリッとしたこう凛々しい感じの眉毛になるように描いてます。あとはアートメイクをやってるのでそんなにね全体的にバッて描くっていうことはないんですけど、あとはブラシでぼかしてこんな感じですね。反対側も描いていきます。この眉毛の下をね1ミリ伸ばすっていうか下まで描くっていうのはかなりね目の印象変わるので、私も1ミリでも目を大きく見せたいと思ってるのでそういう方に
超おすすめです。やっぱり顔のパーツのバランスですごく顔のね見え方が変わってくるっていうのをメイクで調整できるって川北さんのメイクを見てると思うので、そういうところをねどんどん真似して日々取り入れてます。こんな感じかな。で最後にちょっと整えて、このねブラシがね結構大事というか、まあ、毛流れを整えたりとか、まあ、描いたらこうぼかしたりっていうするのにすごいねブラシが便利で、まあ、別々になってるとちょっとめんどくさいので私はこのね一体化してるのをねずっと使ってます。はい、次はまつげを上げていきます。ビューラーはこのアイプチのビューラーを使ってます。このビューラーがすごい優秀で、このね挟む部分が結構普通のビューラーよりも厚みがあるんですよ。なのでまつげをグッと掴んでギュッと上げてくれるので、まあ、一重まぶたとか奥二重の、ね、人用のビューラーって書いてあって、これはですねかなりリピートしてます。私普段はまあまつエクはつけずに自まつげでまつげ育毛剤とかをつけて育毛してるんですけど、あのたまにまつげパーマをかけたりしてます。最近お気に入りのまつげパーマはパリジェンヌっていうねまつげパーマがねすごいグッて上がるんですよ。もうねあのすごい特殊ななんかまつげパーマらしくって、根元パキって上げてくれるのでそれがすごい気に入ってます。まあ、ちょっと今みたいね今もう取れちゃって1ヶ月以上経ってるから取れちゃってるんですけど、夏場とかはねかなりまつげパーマしてるとまつげの上がりが全然違うので夏場は特におすすめですね。そうで、まあ、まつげパーマしてなくてもこのビューラーだと結構パキッと上がるので、本当に目をねパッチリ大きく見せたい人にもこのビューラーめちゃめちゃおすすめです。プラザとかでね1500円ぐらいで買えるし、まあ、楽天でもね送料かかるけど買えるので、私は持ち歩き用と、ね、お家用と2、3個持ってます。でゴムも一緒についてて、まあ、ゴムもね結構ゴムの替え時が難しかったりするんですけど、結構ねゴム変えるとかなりまつげ上がったりするので、割と気づいたら早めにゴムを変えるようにしてます。替えゴムもね2つぐらいついてるので、でも今さすがになんかね汗かいちゃうからなかなか上がんないんだよなまつげが。またね近々まつげパーマをつけ直しに行きたいと思います。はい、ちょっと今日はこんな感じで OK。 じゃあマスカラいきます。はい、マスカラは&B のマスカラです。これはね長くロングラッシュとあとセパレートしてくれてダマにならないんですよね。あとねブラシがね結構ブラシがね小さいのでかなりね小回りが効きます。で川北さんはビューラーを使わずに、まあ、このマスカラでグッで抑えて使ってました。まあ、それぐらいねカールキープをしてくれるので結構まつげがもう元からバサバサだよっていう方はそれでもいいかもですけど、私はそんなに別にバサバサでもないのでちゃんとビューラーをかけてからつけますが、まあ、こういうちょっと細かい毛とかもね結構拾ってくれるのですごくつけやすいマスカラです。まあ、あと落としやすいので目の周りにね負担が少ないですね、クレンジングするときに。まあ、一応アイメイク専用のラロッシュポゼのねクレンジングを使ってるんですけど、結構スルッと落ちます、このマスカラつけてるときは。まあ、濃いものウォータープルーフのものとかだと本当に結構ね頑固だから目の周りの皮膚って柔らかいのであんまりねこすったりすると本当にそれこそ乾パンの元とかになったりするので、目の周りはこういうお湯落ちのねスルッと落ちるマスカラがすごいいいと思います。下まつげもつけます。で、まあ、しっかりついてくれるけどそんなに本当にダマにならないから大げさにならない感じでいつものデイリーメイクにちょうどいいと思います。まあ、ちょっとボリューム感はねそんなにないです。ボリューム足したい人はなんか他のものをね重ねてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次は、チークいきます。チークはローラメルシエのブラッシュカラーインフュージョン06番チャイです。
これはね、こういう感じの色味で本当に絶妙な、めちゃくちゃいい色なんですよね。まあ、チャイっていうね、名前も可愛いんですけど、多分このローラのチークの中で、まあ、チャイが一番人気なのかな。結構欠品してて買えなかったりするんですけど、私はね、たまたまネットで在庫があった時に買えたんですけど、すごい愛用してます。なんといっても自然な薄付きなんだけど、色が落ち着いた感じの色味で、すごく可愛いんです。大人可愛いって感じ。まあ、プチプラのね、チークだとやっぱり結構発色が濃くってバーって色がついちゃうんですけど、そこはさすが、これはプチプラじゃなくてまデパコスなので、色の出具合が絶妙です。まあ、ちょっとね、そこはちょっとね、プチプラのコスメとの違いは感じますね。いい意味でね、すごく。はい、こんな感じで、まあ、結構つけてもそんなにこうチークつけてますみたいな感じにならないので、すごく使いやすいチークです。で、その上にというか、ハイライトですね。ハイライター、これは&B です。&B グローハイライター、これはですね、本当にパール感だけ足してくれるようなハイライターです。ツヤとパール感を足してくれます。で、今みたいに、まあ、ちょっとチーク、例えばちょっと塗りすぎちゃったなっていう時は、このチークをね、こうなじませるように動かすこともできるし、もちろんこうハイライトとして輝きをのせたいところ、鼻筋とかこの三角ゾーン、この目の下の三角ゾーンとか、あとここの人中ですね、ここにのせると、ここの幅がね、狭く見えるんですよ。ここは高く見えて、なんで顔が小さく見える。ここにいつも私はのせます。まあ、あとね、のせたい方はこうおでことかにものせてもいいと思うんですけど、私はまあこことここの3箇所かな、いつも乗せてます。ほら、すごいツヤっとするんですよ。で、別に夏だからベタベタはそんなにしないですし、まあ、本当にツヤだけ、パール感だけ足してくれる、白くもならない。そう、ハイライトって結構白くなっちゃうものが結構多くて、私あんまりね、白いハイライトがちょっと、ね、苦手なんですけど、これはもう色がつかないので、輝きを足したいっていう時にすごい便利です。ツヤツヤになります。はい、で、お粉をちょっとはたいておきます。フェイスパウダーはエレガンスラプードルオートニュアンスの5番です。はい、これはですね、お粉なんですけども、すっごい気に入ってるエレガンスのラプードルです。もうコスメ好きな人はね、皆さんいいって言ってたので、私も真似して買いました。で、これもいろんな色があって、私はちょっとベージュっぽい、まあ、ゴールドっぽいものを選んでます。まあ、もっと白いものとかね、パール感があるものとかもあるんですけど、私の肌にはね、このちょっとゴールドっぽい感じが一番合ってたので、これを使ってます。これを全体に、お顔全体に粉止めですね。で、まあ、ハイライト塗ったところはちょっとそのままね、生かすためにあまり塗らずに、まあ、ちょっとテカったら嫌だなっていうおでことかをサササッと塗っておきます。あ、で、このブラシもすごいよくって、これがですね、6プラスってアマゾンで買ったメイクブラシなんですけど、すっごいいいです。これ本当にふわふわで、結構ブラシって高いものは高いんですけど、これはもう安いんですよ。1500円ぐらいで、とっても優秀です。なので私は顔全体にふわってこうフェイスパウダーをね、つけるときにこれを使ってます。あと何本か11本ぐらいセットのものも6プラスあるんですけど、ブラシはすごいコスパが良くて優秀なので、ちょっとぜひ Amazon で見てみてください。はい、あとはリップですね。最後、グロスですね。グロスはシャネルのルージュココグロス724番バーントシュガーです。もうグロスはこれしかつけないってぐらい気に入ってます。めちゃくちゃ色味が良くって、本当に上品な色です。最近やっぱりマスク生活だから、あんまりね、グロスとかもつけないといえばつけないんですけど、ちゃんとね、メイクしっかりしたい日は絶対これをつけてます。シャネルのね、ティントっぽいリップも買ったので、それもまたね、別の動画で紹介しようと思います。あれ本当に可愛い。
これで今日のメイクが出来上がりました。ちょっと全体的に私はツヤツヤした感じが好きなので、まあ、ベースメイクからねパールのツヤ感を入れたりとか、まあ、あとグローハイライターでツヤ感を足したりとか、あと最後グロスでねまたツヤっとさせたりとか、まあ、全体的にこう顔が明るくツヤっとして見えるようなメイクにしてみました。はい、以上が&B のコスメを使ったメイクになります。&B のアイテムをですね全部で6点紹介してみました。実はですねさらにちょっと買い足してるものがあるので、またそれも使ってみてよかったら紹介したいと思います。まあ、&B 以外にもいろいろコスメね買ったりしてるので、そういうのもねどんどん紹介していけたらいいなと思ってます。はい、いつもプチプラの購入品とかコスメとかアップしてます。私はママ向けのアクセサリーネットショップをやっていて、レスブリスというショップをやってます。概要欄に URL 貼ってますので、よかったら遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。